加速する日々には充実感のようなものがある。更新を続けるタイムラインは誰かの瞬間で埋まってて、今日も今日が過ぎていく。食べるとか寝るとか働くとか遊ぶとかつながるとか夢見るとか、両手いっぱいにやることがある。豊かってなんだろう。本当の一日の長さを感じる。空の遠さや星の明るさがわかる。人との間にちゃんと温度があって、感じるまま素直にいれること、脈々と心身とごうごうと実感する豊か。自然と人生が寄り添う。すると自然と命が巡る。考える。感じる。